桜井さんテーマの発表お願いします。はい、テーマはこちらです。誤解も多い日米地位協定とは。日米両政府は昨日、在日米軍で働く民間アメリカ人のうち、日米地位協定の特権を受けられる軍属の対象範囲を狭めることで合意しました。両政府は軍属の対象者について、アメリカ政府の予算や資金で雇用されるもの、米軍に関連した公式の目的で滞在するものなどとし、今後、日米間でさらに具体化を進めていくとのことで、日本におよそ7000人いるとされる軍属の対象者を絞っていくとのことです。さあ、桜林さん、このきっかけになった事件、本当にひどいもので、もう一女性の立場としてももう許しがたいんですけども、その後の論の展開にちょっと疑問を投げかけてみたいなと思いました。はい、やっぱりあの被害者の、ね、ご遺族の方もそっとしておいてほしいっていう声があった中で、これが基地反対の象徴的な、ことになってしまって騒ぎ立てられてるのがちょっと残念なんですよね。でも、容疑者犯人は元海兵隊とは言われてるんですけれども、実際にはいわゆる軍属と言ってもですね、基地の配線工事をする業者さんのもに雇われてた、軍属っていう範囲がものすごく拡大されてきたわけでしょ。そうなんですね。防衛省にもお弁当を売ったりとか飲み物を売ったりとかする人がいますけど、そういう、いわゆる出入りのですね、業者さんも、軍属ということになってしまうということで、これを見直すというのは結構なことだと、軍属になると、昨日も井上さんおっしゃってましたけど、いわゆる Y ナンバーっていうのが付与されたりして、かなりその特権も与えられるということですから、そうですね、そこを見直そうということで、ただこのですね、話を受けて地位協定を見直すとか改定するという話に持ってくるのはちょっと若干強引なのかなと。で、今回はですね、犯人は初めから県警に身柄を引き渡されていましたので、運用次第でですね、柔軟に、できるんですね。もう捜査にも協力的でしたし、そういう意味ではですね、この地位協定っていうのはもともと駐留軍がいるってことに反対するってなると、身も蓋もない話なんですけど、駐留軍がいるという前提に立てば、これはもう必要なものと考えなければいけないと思いますね。で、これはそもそも受け入れ国がきちんとした司法を持ち合わせていない場合もありますので、そのために例えば交通事故を起こしちゃったりとかした時に、もうなんか全然こう受け入れ国でちゃんとした裁判が行われないということを考えると、やっぱり行った国がちゃんとしましょうね。これ自衛隊がどっかの国に行っても地位協定を結びますので、やはり必要なことと考えなければいけない。でも日本はでも、法治国家で、独自の憲法や、そして法律もある国で、決してその開発途上国や後進国と言われると違うわけですよ。ただアメリカからすると取り調べに例えば弁護士がつかないとか、向こうからするとこういう司法がまだまだ未発達だって言われてる部分はある、なんかそんな聞いたら悔しい。そうなんですね。そんな上見ないでってどっちが正しいか別として、なんかそういう視点があるって、その違う基準があるから、自国の関係者は自国でやらせてねということで、向こうは優位にね、物差しで日本のことをそういうふうに見てたんでしょうね。で、やはり当初はですね、日米地位協定何年前だって話ですからね。それ考えると、当時の時代背景考えると、まだまだ日本はダメだっていう前提で来た。ただ、かつては日本もそうやっていいダクダクと不公平な目を受け入れてきましたけれども、現在はだいぶ変わってきていて、外務当局で日米合同委員会というのは、これ2週に1遍ぐらいですね、開かれていると言われて、その都度いろんな改正修正が行われていて、実は日本はその、重大犯罪の場合は起訴の前に引き渡すということも、ここで決められたりとかしていて、NATO とか韓国とかに比べても実は優位と見る、結構ね、そこ不公平だっていう人もいるんですけど、優位と見る見方もあるんですね。で、米軍人の意識自体もだいぶ変わってきてますので、かつてとはまた全然違ってきているという時代背景に合わせて、いろいろこうチェンジしてきているってことなんですね。だから、そういう意味ではその根本的に改定と言わないまでも、事実上は改定してきていると言っていいんだと思います。で、よく引用されるですね、95年のこの事件、これ、どうなったかって見るとですね、
判決がここに出ておりますけれども、1名懲役7年、はい、2名懲役6年6ヶ月実刑ということになりました、うん、これどうですか、これ、ね、量刑としては妥当ですか。はい、田上先生にお聞きしたいなと思ったんですけども、ちょっと調べてみたんですけれども、やっぱりそのここ数年で性犯罪って厳罰化傾向にあって、もう20年前って考えると、あの、まあ、強姦って結構そのいろいろあってですね、殺しちゃう場合からその強盗までやる場合とかもあって、全部で見ると、まあ、そんなに量刑的に軽いとは言えないそうね、あ、だからいやもっと重き判決を、重き裁きをと、はい、今やったらもっと上がってますね、やっぱり数売りの事件とか集団強行とか。逆にアメリカ側が裁いたらこれどうなるんですか。実はアメリカも昨日ちょっと見てたんですけど、アメリカがなんか本当にレイプっていうやつで見ると、だいたい平均して8年間刑期で、その後6年から何年間かその保護観察みたいなのをつくっていうのが、なるほど、いろんな話がごちゃ混ぜになってるってことだな。じゃあ そもそもそういう性犯罪に対しての量刑の重い少ないの話と、まあその日本とアメリカ その司法の違いと、あとその日米地位協定、そのアンバランスと、これ、まあ、実は米軍の中ではですね、これも日本で裁判して軽かったんじゃないかと、もっと我々が重い裁きを加えたかったって言ってる人って結構実はいるんです。それが全然日本では聞こえてこないんですけれども、まあ米軍では当然軍法でやりますから、まあやはりですね、その日本は一次裁判権ってことにすごくこだわりを持ってますけれども、本当にじゃあ日本に引き渡された場合に重い罪が課せられるのかどうかってことも見て、まあ冷静にこの問題ちょっと考えなきゃいけないかなと。まあ根本はね、社会性のない若い海兵隊員が日本でむちゃくちゃして帰るっていう、そういう状況をどう変えるかっていう話ですしね。ありがとうございます。